キャンディは、スリランカ中部州の州都、人口約12万人。シンハラ人のキャンディ王国の最後の都であり、現在でもスリライカ中部における中心的な都市である。キャンディとは、シンハラ語で山を意味する、神田が転じた古障であり、別称としてマファーヌワラとも呼ばれる。エサラペラヘラ祭りの行列セロン島の中央に位置するキャンディは、 スリランカの仏教の聖地であり、また新原人による最後の王朝の都である。その歴史的な重要性から、ユネスコ世界遺産にも登録されている。キャンディには、仏陀の葉があるとされる、仏師寺がある。年代記のチューラワンサによれば、仏師は4世紀に、インドのカリンガ国からもたらされたとされ、アヌラーダプラのダンマ着火に収められて祀られ。 王権の権威を保障する証となった。当時の様相は、北権の仏国記に描かれている。これ以後、王都が移動する、旅ごとに、仏師も移動して、現在は、キャンディの仏師寺に収められている。仏師は、仏陀の聖遺物の仏舎利として崇拝されるとともに、強い力を持つ者として、神のように祀られた。餌ら月に当たる7月の満月を頂点とする餌らペ。 ラヘラ祭りでは、仏師が象の背中に乗せられて、神々の象徴である武器と共に街中を練り歩く。ペラヘラとは行列の意味で、かつての王国の秩序が目に見える形で示される。仏師は雨を呼ぶとも言われ、作物の豊作をもたらす、祈願の対象でもある。仏師寺、王宮建造物群を含むキャンディの文化財は、1983年、聖地キャンディとして、 世界遺産に登録された。キャンディは、同国の仏教徒にとって、宗教的に重要な信仰の地であり、最も重要な巡礼地の一つである。特に仏師時には仏師を拝む人が、長い行列をなす。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ペラデニア植物園キャンディの市街は、標高465メートルの、 スリランカ中央高地に位置している。都心は、旧王朝の行政府とキャンディ湖の2つの地域の周りに発達している。また、ペラデニア植物園は都市に空間的な開放感を与えている。湖の北岸には19世紀に作られた白い石の欄干があり、王宮や仏師寺とともに都市の宗教的なモニュメントとなっている。18世紀の再構築により、仏師寺は、 スリランカのかつての首都アヌラーダプラの寺院に影響された花崗岩を用いた建造物となっており、また石灰岩、大理石、彫刻された木材、造毛といった多様な素材が寺院の荘厳さを醸し出している。キャンディの町には多数の僧院もまた乱すことができる。市街は現在も成長を続けており、大学と植物園のある南西のペラデニアや北のカトゥガストタ、 東のクンダセール、テンネクンブラ、グルデニアといった地域にまで広がっている。キャンディは内陸部の密林に覆われた山岳地帯に位置している。都市はナックル山脈やハンターナ山脈といった山脈に囲まれた地域にあり、その結果都市の標高は500メートル近くになる。都市は人造のキャンディ湖とうだわったキャレー自然保護区の南側に面している。 自然保護区は近年では縮小傾向にある。キャンディは、正論島の中央、標高の高い地域に位置することから、熱帯気候が占めるスリランカの他の地域と比べて、比較的湿った、そして涼しい気候を持つ、12月から4月にかけて寒気となる。この地域は5月から7月にかけてと12月から1月にかけて、モンスーンのシーズンとなり、 例年この季節は荒々しく安定しない天気となる。西論島は赤道に近いが北半球に位置するため1月が最も涼しく逆に7月が最も暑い季節となる。3月から5月中旬にかけてのモンスーンの間の時期は軽い雨が続き湿度が高くなる。その時期の湿度は概ね70%台である。キャンディは新原人が 多数派を占める都市である。しかしその他にも、ムーア人やタミル人がまとまった、数居住している。キャンディの市街地キャンディは、コロンボ首都圏に次ぐ、同国、第二の経済の中心地である。コロンボ周辺以外の都市としては、国内で2番目に大きく、中部州の州都でもある。そのため多くの大企業が、キャンディに支社を置いており、繊維、家具、IT、 宝石といった産業が集まっている。農業研究所も多数がこの都市に立地している。キャンディシティセンターは、キャンディ中心部に位置する大きなショッピングセンターで、アジアや国内のブランドに加え、アップルやフィリップス、リーボック、トリンプインターナショナル、アディダスといった有名な海外ブランドの製品を扱っている。キャンディにはバスを基盤とする公共交通システムが存在している。 バスの運行は民間並びに公営のスリランカ交通局により行われている。2013年現在、近郊のクンダセールにキャンディ空港の建設が提案されている。実現すればキャンディはコロンボのバンダラナイ国際空港と直接結ばれることとなり、観光業のさらなる発展が期待されている。キャンディ王宮、ベラデニア大学、ありがとうございます。